さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、サムネタイトルにも書いてある通り、まあ今日今朝、出たニュースでもありましたんで、まあ急いで撮って、まあ昼頃に上がってるのかなと思うんですけど、そちらの辺今回紹介していきたいと思います。大分トリニータが完全移籍でですね、柏レイソルに所属する小屋ヒロト選手というところを、獲得することが濃厚になりましたんで、そちらの話を、大まかな情報と、まあ小屋選手の、まあ個人的な情報だったりというところを含めて紹介していきたいと思います。ということでですね、最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、ということでですね、早速、まあ、今朝出たニュースで、大分トリニータが完全移籍で柏レイソルに所属する小屋ヒロト選手を獲得することが濃厚になりましたんで、まあ、そちらのね、大まかな移籍の情報だったりっていうところも話していきたいなと思うんですけど、まずは小屋ヒロト選手の、まあ、個人的な情報っていうか、まあ、これまでの経歴だったり過去というところについて触れていって、まあ、その後に移籍の情報を話していきたいなと思いますんで、まあ、こちらに書いてある通り、まずはね、小屋選手の情報を話していきたいと思います。現在、小屋ヒロト選手27歳の選手で、もともとはですね、ヴィッセル神戸のジュニアユース出身の選手になっております。まあ、そこからですね、流通経済大学柏高校という、まあ、高校に進学をして、まあ、千葉の高校ですね、非常に強い高校なんですけど、まあ、その高校を経てですね、関西学院大学に、進学をいたしました。まあ、その4年間というところでは書いてある通りですね、大学時代には、まあ、2年生、3年生、4年生というところで、関西リーグ得点王に輝いたというね、まあ、非常に素晴らしい成績も残していますし、まあ、ただでさえ、このね、強豪の大学で試合に出場するだけでも、まあ、一苦労なところ、まあ、そこもね、しっかりと乗り越えて、得点王を3年連続取ったっていうのはね、まあ、これまでなかったことなのかなと思いますんで、まあ、非常になり物入りという形で、ガンバ大阪に、加入をしました。まあ、そこらね、ガンバ大阪に加入するも、なかなかいい結果を残すこともできず、持ち前のね、ポテンシャルというところを発揮できない中で、2018年にはですね、徳島ヴォルティスに、まあ、期限付き移籍をしたり、まあ、翌年2019年にはビハレン長崎に、期限付き移籍をしたりとね、まあ、自分を磨き続ける時期っていうのは非常に長かったものの、まあ、今言った通り2019年のビハレン長崎時代にですね、まあ、とうとうね、才能を開花させて、J2 の日本人得点王に輝く、22得点を決めたという非常に素晴らしい結果も残して、まあ、そこからですね、小屋選手の、まあ、ようやく、J リーグでの通用する、まあ、評価というところも得られるようになってきて、まあ、そこから、その結果だったり、まあ、才能というところが評価されて、2020年昨シーズンというところからですね、柏レイソルに完全移籍で加入することが決まりました。まあ、その初年度というところもね、なかなか難しい中で、オルンガ選手というところもいましたんで、なかなかね、センターフォワードというところでスタメンを獲得することもできず、まあね、もがき苦しむ時期は続いて1年間過ごしたわけなんですけど、まあ今年オルンガ選手が移籍したということもあり、オルンガ選手の後釜として、まあ大いにですね、期待されていたこの小屋選手ではあったんですけど、まあ今季もここまで4得点となかなか、苦しい状況もあり、まあ柏レイソルとチーム自体もですね、降格圏内手前のですね、16位というところに今位置づけておりますので、まあそういうことを考えると、ここからの小屋選手を奮起も期待したいというところでしたけど、まあ、このタイミングでのまさかの大分トリニータ移籍濃厚化というところのね、情報が出ましたんで、ま、ここからですね、移籍の大まかな情報だったり、まあ、大分トリニータ、柏レイソルの今後の動向というところを話していければいいのかなと思います。はい、ということですね、まあ、改めてこの移籍の情報として大まかなことで、大分トリニータが柏レイソルに所属する、ゴエヒロト選手を、完全移籍で獲得することが濃厚になったよというところがね、今朝のニュースで出ましたんで、今回取り上げさせてもらいたいなと思います。まあ、先日というところにですね、こちらも移籍情報で話したんですけど、ヴィッセル神戸に所属する藤本選手というところが、まあ、大分トリニータ古巣復帰かというところがね、囁かれていた中で、まあ、同じポジションのセンターフォワードのこの今回ね、小屋選手というところが獲得濃厚になりましたんで、この藤本選手の移籍が白紙になったのかというところもわからないですし、まあ、正直ですね、この大分トリニータからヴィッセル神戸に移籍したことによって、まあ、年俸だったりというところもね、かなり、まあ、ヴィッセル神戸で上がったのかなと思われますので、まあそういうことを考えると、まあこの、年俸面だったり、まあこの金銭面で折り合いがつかなかったことによって、小屋選手に移行したということもあり得るのかなと思いますんで、まあ今回の小屋選手の動向を含め、まあこれからですね、藤本選手の進展というところも出てくるのかなと思われますので、まあそちらも、随時追っていければいいのかなと思っております。まあこの小屋選手ですね、まあこちらも先日の動画にはなるんですけど、まあこの金色な広島に補強したい選手の一人としてね、まあその動画でも上げさせてもらったんですけど、まあ、この喫水の点取りやストライカーとして、個人的にも、注目していた選手でもあり、まあ、応援していた選手でもありますので、まあ、この柏レイソルで結果を残して欲しかったっていう、まあ、自分の願望もありながら、まあ、広島に欲しかったっていうところもそうですし、まあ、今回ね、大分トリニータに移籍するっていうのはね、
まあ、この新天地で小屋選手というところがどのような結果を残せるのかというところも、ね、根人に応援して、まあ、期待している部分でもありますので、まあ、そこも今後の動向だったり、まあ、活躍も随時、ね、追っていければいいのかなと思います。まあ、現在ね、大分ドリンタというところは19位というところに沈んでしまっており、まあ、それに加えて、12得点という、まあ、非常に得点力不足にも苦しんでいる大分ドリンタでもありますので、まずはですね、降格圏脱出というところを目指す上でも、まあ、このね、小屋選手の力は確実に、必要なのかなと思われます。まあ、シャドウで使うのか、まあ、センターワードで使うのかというところを含めて、今後ともね、注目のところですし、まあ、そのセンターワード、厳選力でもある長澤選手との融合というところもね、根性な、見てみたい一つのコンビでもありますので、まあ、そういうところも、今後ね、どのような形で起用していくのかというところも随時ね、見ていければいいのかなと思います。まあ、カシャリするとすればですね、まあ、この先日の、江坂選手の浦レッズの電撃移籍に加えて、またしてもこの主力の、小屋選手というところは移籍することとなってしまえば、カシャリする自体もですね、まあ、この16位と降格圏内ギリギリというところになっていますんで、まあ、この上位進出、後半戦に向けて、さらに上位進出を目指していく上で、まあ、新たな選手を獲得していくのか、まあ、はたまたですね、まあ、この夏というところに外国人選手の補強はできなくなってしまいましたんで、J2 の有力選手だったり、まあ、J1 のね、センターフォワードの選手を獲得するのかっていうところを含めてね、まあ、このカシャリスの今後の移籍の動向も、追っていければいいのかなと思います。大分トリニータとしてもですね、まあ、このカシャリスとしても、まあ、この小屋選手の移籍が今後ね、いい方向に向いていければいいのかなと思いますし、まあ、何より、この小屋選手というところは今時期にも応援している選手でもありますので、まあ、今後の活躍も期待して見ていければいいのかなと思います。まあ、この小屋選手とすると得点面というところでですね、大分トリニータに貢献をして、大分ドリンタを救い、まあ、ひとまず、降格圏脱出へというところがね、まあ、最低ライン、この小屋選手が移籍するにおいて、大事なところになってくるのかなと思いますので、まあ、このシーズン途中でのカシャレイソルからの大分ドリンタの移籍というところは、まあ、このチームとしても、この小屋選手自身もですね、非常に、まあ、リスクがあるというか、まあ、責任感がある移籍になるのかなと思われます。まあ、それとも含めて、この小屋選手が、新天地に移籍することとなれば、まあ、ぜひね、活躍に期待していきたいですし、まあ、この大分トリニータが、降格圏を脱出できるような活躍っていうところもね、見ていければいいのかなと思います。まあ、今後、また正式発表があるのかなと思われますし、まあ、その正式発表後に、カシャリーソルが今後の新たな選手を獲得していくのかっていうところも、まあ、随時、このショータイムで追っていければいいのかなと思いますんで、ひとまずね、今日の動画としては、まあ、このカシャリーソルの、小屋選手が大分トリニータ移籍というところが濃厚になったよというところについて、まあ、大まかな情報だったり小屋選手の情報というところを話させていただきましたので、まあ、今後ともねこの移籍の情報は随時、更新していければいいのかなと思います。はい、ということでですね、今回はまあ今日1本目の動画ということで今朝出たニュースでもあったんですけど、カシャリースに所属する小屋選手が、大分トリニータに完全移籍することが濃厚になったよというところについて、紹介させていただきました。まあ、もちろんねカシャリースというところは今日 J1 リーグが行われますので、まあ、そこのメンバー入りにですね、小屋選手が入ってくるのかっていうところも要注目ですし、まあ、その他 J1 リーグの試合だったり、J2、J3 リーグというところも開催されますので、まあ、そこもね、皆さんで楽しんでいければいいのかなと思います。ということですね。今日もご視聴ありがとうございました。この動画になったと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ、今日はね、J2、まあ、試合前プレビューでも挙げた通り非常に好カードも組まれていますし、まあ、J1 のところで言えば、まあ、このね、小屋選手のところだったり、広島の、川辺選手がラストマッチだったりっていうところで、まあ、情報がね、盛りだくさんの週末になっておりますので、まあ、そこをね、皆さんで見つつ、楽しい J リーグにしてくれたらいいのかなと思います。まあ、今日の夜というところも試合後ですね、即レビューという形で、いろんな試合、レビューしていければいいのかなと思いますので、この動画見てくれてる方はですね、今のうちにチャンネル登録して待ってくれたらなと思います。ということでですね、今日もご視聴ありがとうございました。ではまた。